こんにちは、獣医師の内村です。今回の動画はですね、ワンちゃんが痙攣した時の対処法について説明したいと思います。ですね、ワンちゃんがですね、その痙攣ってどういう状態かっていうと、痙攣というのはですね、全身とか、ね、体の一部が自分の意思に反して起こるような、こう筋肉がね、こう筋肉の動きとか、そういうもので、強直性痙攣といっても、全身がね、突っ張ったような、硬直したような、ね、感じになるような強直性痙攣とか、あと寛大性痙攣といっても、一部分がですね、ピクピクとかガタガタするものとか、強直性寛大性痙攣といって、その強直性痙攣と寛大性痙攣というのがね、合わさったようなものもあったりします。前兆をね、知ってほしいんですけど、痙攣が起きそうになったら、ワンちゃんって落ち着きがなくなったりとか、よだれをダラダラ流したりとかね、おかしな動きをしたりとか、その物陰に、ね、隠れたりとか、そういう行動を取ったら痙攣を起こす子もいるので、なんかそういう前兆がないかなっていうのもね、見てもらって、もし前兆がありそうだったら、その後スマホでね、どんな状況か撮影してもらうとかね、しといた方が、動物病院に行った時なんかでも、獣医さんも判断しやすいと思いますね。でですね、まずこれからね、対処法、ワンちゃんが痙攣を起こした時のね、対処法、応急処置法、について説明したいんですけど、まず舌をね、確認してもらいたいんですよね。痙攣を起こした時に舌がね、ちゃんとこう出てたらいいんですけど、舌が出てなかった時、もしかしたらその意識がね、痙攣を起こしてる時って意識がありそうで全くない状態なので、舌がね、喉に入ってしまうことがあって、喉詰まってしまうって、窒息してしまう可能性があるので、舌は必ず出てるかどうか確認してください。舌が出てなくても、引っ張り出そうとするとね、ワンちゃん噛みついてきて、あなたの手がちぎれることもあるので、一応までも舌があるか出てるかどうかね、確認してください。ワンちゃんがですね、その舌の状態確認してもらって、舌がねちゃんと出てたりするようだったらば、次舌が確認できたようだったら、そのまま入ってないとかね、確認できたようだったら、次ね、全身を守ってほしいんですよね。で、バスタオルとか、そういうクッションとかで体をね、こう巻いてもらったりとかして、こうあるいは下にね、転落しないように、下にタオルを敷くとかして、こう守ってもらいたいですね。これは結構大事なことですね。その上で、バスタオルとかで、巻いてもらったりとかして、その全身守ってあげた上で、飼い主さんはね、冷静になってもらいたいですね。もうこの状態で、あまりこうギャーギャー騒いだり、大声で叫んだりとか、すると、ワンちゃんが余計にね、パニックになったりとかすることがあるので、冷静に見守ることが大事です。大体痙攣であれば、もうそんなに短時間で終わるはずなので、ちょっと状況をね、様子見ましょう。で、痙攣が収まったら、次に、よだれとかね、泡がね、こういう口元ついてないか確認してもらいたいですね。で、もしついてるようだったら、よだれとかね、その泡をこうタオルなんかね、こう拭いてもらって、それであとは口の中によだれがとかね、唾液がね、たくさん入っていかないようにしましょう。それで喉、気管に入ったりとかしてしまって、肺炎を起こしてしまうとかね、そういう可能性もあります。やっぱりこうさっきまで意識なかったので、急に意識が戻ってね、ワンちゃんも状況がよく分からずに、その泡とか大量の泡を飲み込んでしまう可能性もあるので、ちょっとでもこうね、タオルとかで拭き取ってください。それでその上で、次ね、転倒にね、気をつけてもらいたいですね。ワンちゃんで今まで意識なかったので、でこうヨタ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 ね、歩くと思うんですね。その状態でやっぱりソファーの上とか乗ってたら、もしかしたら落ちてしまうかもしれないんで、転倒するしないように、もうさっきタオル敷いてたらそれでいいと思うんですけど、その辺は気をつけてもらって、それでその上で大きな声出さずに、優しくね、話しかけてもらうってことですね。
ぱりさっきまで意識なかったので急に大声で話しかけられたらワンちゃんもパニックになってしまったりとかするので、優しく話しかけてあげて、こうやって抱っこしてあげたりとかして、まあ、落ち着かせてあげるってことですね。それでその上で動物園に行ってもらいたいんですけど、もし動画を撮るとしたら、そのさっき言った体をね、クッションとかタオルで守ってあげた後に動画を撮り始めた方がいいですね。一人だったら、もし複数にいるようだったら、もう最初から痙攣してるところの動画を撮ってもらって、その動画を動物病院に持って行ってもらって、どんな状態だったかね、獣医さんに知らせてあげた方がいいと思います。獣医さんも話だけだとわからないことがありますのでね。まあ、以上、この動画ね、参考になったよという方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。